この艦隊にいる駆逐艦の妹たちは今後私に任せてくれ。誰が来ようが私と指揮官の妹たちは一人たりとも傷つけはさせん。私がこのような格好をする日が来るとは。閣下の幸せも、駆逐艦の妹たちの幸せも、これからは、この私が守る。閣下、準備は整ったぞ。いつでも命令してくれ。戦闘には自信があるんだ。アークロイヤル。いつでも観閲を待っているぞ。考え事か？じゃあ邪魔はしないよ。何かあったら呼んでくれ。あの駆逐艦たちを私の部屋に呼んでいいか？プレゼントを渡したいんだ。これは何？かわいい。あれ、閣下、いつの間に来てたんだ。偽装銃を手にするのはこの神聖な一国を守るためだ。この私の手料理でもどうだ。メイド隊に修行に付き合ってもらったから多分問題ないはずだ。ちょっと、閣下、やめろ。なぜこんなこと。閣下、任務遂行は軍人の責務だってこと、忘れるなよ。閣下、ボーナスをほったらかすことは任務への軽視とみなされるぞ。閣下、メールを読み上げさせてくれ。休憩時間ということだな。閣下、私と一緒に駆逐艦の妹たちの様子を見に行かないか？やはり指揮官じゃ、駆逐艦とは比べられないか。あらかじめ言っておくが、駆逐艦の子たちには、なんというか、その、発情、じゃなくて、愛しく思ってるが、マナーに従って自重してるわけだ。決して、犯罪ではないぞ。閣下に軍事法廷に送られると思っていたが、受け入れられてよかった。恥じることじゃない、だと。閣下、このアークロイヤル、一生ついていきます！まったく、閣下も駆逐艦の子たちと同じサイズだったら、こうも恥じらったりはしないもの。こういうの、あの子たちには平気なのに、閣下には。閣下と親密な関係になったからには、駆逐艦の妹たちとも親密な関係になったと言えるよな。もちろん、閣下のことは一番だぞ。この艦隊にいる駆逐艦の妹たちは今後私に任せてくれ。誰が来ようが、私と指揮官の妹たちは一人たりとも傷つけはさせん。閣下、完了した委託がある。駆逐艦が出ているものなら、向かいを私に任せてほしい。
駆逐艦たちよ、この私が守ってやるぞ。ふーん、あんたたちが？ソードフィッシュ中隊、出撃の準備は？方向を見失った敵は必ず負ける。畜生、はめられた。さて、ご退場願おうか。駆逐艦を抱っこさせてもらえたら。カッカ、準備は整ったぞ。もちろん戦闘のことだ。さあ、ロイヤル攻撃空母の力を敵に見せてやろう。カッカ、駆逐艦の妹たちを。ああ、一緒に守ろう。私たちがいる限り、誰にも傷つけさせやしない。考え事か？ああ、閣下と艦隊のことを考えていたんだ。駆逐艦の妹たちをこの執務室に呼んできてほしい、だと？閣下、この任務はぜひこのアークロイヤルに。グロリアス、アカスタとアーデントに勧める服は…こうしよう。次からは気をつけた方がいいぞ。よし、あの潜水艦の子はいないな。まったく、人の部屋を鬼ごっこに使うとは、一体どういうことだ。カッカ、ここではダメだぞ。フルマー隊、ソードフィッシュ隊、発進準備だ。閣下の指揮があってこそ、私たちは全力を発揮できた。つまり、勝てたのは当然ということだ。
この艦隊にいる駆逐艦の妹たちは、今後私に任せてくれ。誰が来ようが、私と指揮官の妹たちは、一人たりとも傷つけはさせん！